どうも、スイッチマンです。スーパー系だけの第4次スパロボ S、第15話やっていきます。前回は翔たちが加入しました。今回は驚くぜ。あのマジンガーが、飛ぶぜ。とりあえず、専用の機体に乗せ替えときます。ボロットは狙われるので、パーツで持っておこう。アクロダイは射程を伸ばしておきます。マジンガーは移動力アップ。改造もしときます。マジンガーは運動性と限界を上げときます。アクロダイは崩強。ナイスバチ。これを見たら、マジンガーも穏やかじゃいられねえぜ。それでは始めていきます。それではスタートです。さやかとボスは研究所を守り、カブトはアイテム回収に向かいます。このステージにはミノフスキークラフトがあるので、確実に回収しときたい。マリアとドリルスベイザー登場。マリアも研究所に向かいます。ボスはメテオ。貴重なマップ兵器。ギリアムのゲシュペンストマーク2はリアル系なのかスーパー系なのかよくわからん。とりあえずギリアムもアイテム回収ですね。アフロダイは父を飛ばします。射程伸ばしといてよかったぜ。
豪将軍も残りの研究所のマスを埋めます。ゴースティック弱っ。狙いが甘いぜ。こいつはマリアでとどめだな。では幸運使って始末します。ボスでも殴っておこう。別に避けんでいいし、むしろダメージ受けて気力上げろし。研究所にいるのに背景を見ると研究所まで結構距離があるように感じる。てめえやりやがった。プレストファイヤー。ミノクラゲット。この辺のわちゃわちゃしたのを片付けていきます。ゴースティック大外れ。ブロッケンはある程度ダメージ与えると回復します。てめえやりやがった。スプランダー上がった。カブトも研究所に向かわせます。マジンガーはご機嫌に空飛んどるだけですからね。こいつはおっぱいぶつけてボスでとどめ。
うほ、おっぱいすげえ。兜が来る前に片付いちゃいそう。容赦ないな。87% は外れても不思議ではないと思える自分を評価したい。スペースバズーカ。ちょっとみんなどうしたの？めっちゃクリティカル出すやん。まだまだ修行が足りないわよ。ではさやかでとどめ。マリアはアイテム回収に向かいます。ブロッケンが近づくとこまで飛ばします。では豪将軍でブロッケンを始末します。残ったのはボスで倒します。
ことがアイテム回収をしてなかったら、もっと楽に早く、クリアできたんですけどね。ミノフスキークラフトは、貴重品なのでしょうがない。ということで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。